ねえ鏡さん、鏡の世界ってどんな風になってるの？鏡の世界を見せてあげよう、ミイラ。鏡の世界好き。オーフル。オーフル？ダメだよモーフル、私の中に戻して。あれはオーフルだ。鏡の世界では何もかもがこの世界の正反対になってる。モーフルはとってもいい子だから、鏡の中のオーフルはその反対でとっても悪いことばかりするんだ。そうなんだ。じゃあオーフルは外に出せないね。街をめちゃくちゃにされちゃう。行こうモーフル、クローマと一緒にお部屋で遊ぼう。よう、モーフル、元気かい？おお、おまわりさんだ。おお、何してるんだ。ねえ、モーフル、このまま置いていく気か？誰かがモーフルを呼んでる声がしたね。戻ってきたなモーフル、早く下ろしてくれ。ありがとう。でもこんないたずらはいかんぞ。いたずら？モーフルが私を屋根に乗せたんじゃないか。でもモーフルはずっと私たちと一緒にいたんだよ。いいや、私を屋根に乗せ、それを見て大笑いしたんだ。こんな風に、はっ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 は。それってオーフルにそっくりだよ。ねえ鏡さん、鏡の世界を見せてくれる？大変、オーフルがいないよ。まずいな。早くオーフルを探そう。わしの車が。何やってるのモーフル。何か作ってるとか。ちょっとどういうつもりなの。これ笑えないよモーフル。やっと来たな。こんな冗談はもううんざりだ。全部元に戻してくれモーフル。でもモーフルやってないよ。オーフルは近くにいるはず。レーシングカーになって。わしの車は。モーフル、早く下ろしてよ。でもあれがモーフルなら、あれ誰？どっちが勝つ？本物のモーフルはどっち？これ以上オーフルがモーフルのふりをして悪さできないようにしなきゃ。クローマ、オーフルは緑にして。オーフル緑？ちょっと待ってモーフル、先にトロイとエイプリルを下ろして。もうオーフルには会わないで済むといいけどね。おいミラ、パパを見て。どこにいるのパパ。上だよ。やっほー。かっこいいね。
やりたい。わあ、何オーフル。パパったら。話してくれオーフル。オーフルもやる。楽しいでしょう。いいや、ちっとも。そうだ、いいこと思いついた。競争しようよ。何？それはいいね。じゃあね、先に山の頂上に着いた方が勝ちだよ。位置について、よーい、ドーン。いやー、止めてくれ。おー、なんて早いんだ。山の頂上まで競争してるの。それならトロフィーがなきゃね。さあ行こう。抜いたな。おお、今のはいい手だな。よくやったね、モーフル。スーパーヒーローになった気分だ。近道を思いついたよ。あっちだ、モーフル。おほう、楽勝だな、オーフル。イエーイ。なに、なんとかしてくれ、オーフル。にゃー、こりゃ最高だな。もうすぐ山だ。オーフル、もう疲れた。オーフルも疲れた。オーフル、君の代わりに勝つよ。いや、勝たせん。どっちが勝った？これは引き分けだ。引き分け？どうしよう。大丈夫、こんな時のためにいつもトロフィーを2つ用意してるんだ。すごく楽しかったね、モーフル。イエーイ。え？確かにすごく楽しかった。大変、見て、ローレンスさんとジョーさんが町を壊してる。どうしちゃったのかな。まったく、けしからん。こいつにも洗脳光線を当てろ。さあ、ついてこい。いいえ、さあ。モーフル、とびっきり大きなロボットになって。モーフル、ローレンスさんとジョーさんにもう街を壊させないで。いいか、モーフル、一緒に街を壊すんだ。オッケー、バルモノさんたち。
りゃまずい。モフルが悪になった。最高だ。この洗脳光線を浴びた奴はみんな俺たちの言うことを何でも聞くようになるんだ。どうしよう。パパ、悪者たちを追いかけなきゃ。モーフルが変にされちゃったの。でも言うことを聞かないモーフルをどうやって止めるんだ。よし、いよいよやるぞ、ヨルン。きっとうまくいくよ、シュタイン。ママ、お客さんが来てるよ。ママに話があるんだって。なんだい、ろくでなしの息子どもめ。あんたたちに困ってる暇はないんだよ。今度は一体何を企んでるんだい。ほら、言って。お宅の息子さんたちはこの町史上一番の悪党です。二人は根っからの悪者です。一体何を言ってるんだい。うちの子は本当の悪党なんかじゃなかった。なのに警官を連れてくるなんて。あんたたち思ってたよりもずっと悪い子だったんだね。でもママ、俺たちは最高の悪党だって言ってよ。そう言ってよ、俺たちを。もうやめて、悪者。やめないぞ。あの赤い奴がいなきゃお前はただの女の子だ。さあみんな捕まえて。はあ、なんでこの子の命令を聞いてるんだ。君も洗脳したの。無理やり言うことを聞かせたわけじゃないよ。正しいことだからみんな従うんだ。さて、町を壊した罪でお前たちは刑務所行きだ。あんたたち逮捕されたのかい。うん、そう、俺たち逮捕されてばっかりなんだ。そうかい、あんたたち本物の悪党だったんだね。あんたたちを自慢に思うよ。聞いたか、シュタイン。ああ、聞こえたよ。やったな。町はすっかり元通りになったね。さあ二人とも、もう帰って寝よう。ダメパパ、私たちはまだ寝ない。人の言うことを聞くのは正しいと思った時だけでしょ。そうだね。でも小さい子はパパの言うことを聞くんだ。パパだけ？ママもだよ。それと学校の先生、それからおまわりさんに、おばあちゃんとおじいちゃん、あとそれからね。モーフル、本物の機関車になって。サラのお家に行ってサラを乗せよう。おはよう、サラ。何してるの？おはよう、ミラ、モーフル。これからおじさんのところに行って、すっごくいいものを届けてあげるの。ああ、いいね。モーフル機関車に乗って連れてってあげる。やった！うん、乗せてって。今の聞いたか？すっごくいいものってやつをいただこうぜ。機関車をかけるぞ。大変、見て。モーフル、線路をくるっと回転させて。ミラ、モーフル、サラ、
いいところに来てくれたね。ペンギンたちをその素敵な汽車に乗せてくれないかな。友達のイルカのところに連れて行きたいんだ。いいよ、どうぞ後ろに乗ってペンギンさん。いやあ、ミラ、モーフル、サラ、今から超巨大トラックレースを見に行くんだよ。じゃあ後ろに乗って送ってあげるよ。いいの？ありがとう。早くおじさんにあれあげたいな。すっごくいいものなの。やったぞ、すっごくいいものはもらったぜ。おじさん。よう、サラ。お前らは署まで来てもらおう。ふん、まったくけしからん。モーフル、レーシングカーになって。ねえ見て、これ私のレーシングカー。ふん、僕だって持ってるよ。どこどこ？ここここ。ブンブン。プルル。これが私のレーシングカー。私たち一番だよ。待って、木が道を塞いでる。モーフル、カンガルーになれ。僕の車だってジャンプできるよ。それは無理、車はジャンプなんかできないもん。僕のはできる、だってこれはね、ロボットだもん。私のはユニコーンの羽が生えるの。わあ、気をつけて、溶岩だ。モーフル、今度はロケットになって。僕のロボットカーにはスーパーロケットがついてるんだ。私のユニコーンカーには魔法の角があるの。魔法のゲートを作るよ。じゃあこれにはついてこられるかな。このロケットはすっごくすっごく速いよ。あれ？サラと
ーフル。いたいた。どうしてついてこないの？だってモーフル早すぎるんだもん。わかった。二人も一緒にモーフルロケットに乗ればいいんだよ。ほら乗って。モーフルトラックになって。おっきいの。ここにある車を全部次の現場に運んでほしいんだ。さあ次の現場に行こう、モーフル。まったくけしからん。着いたよ。新しい建設現場だ。あのトラック先に来てる。あのトラックだけは運ばなくていいんだ。自分で来られるんだよ。ゾーン博士が作ってくれたロボットダンプカーなんだ。前にもあったよね。ローレンスさん、あんたのトラックから車が落っこちて町が大変なことになってるんだぞ。本当だ。トラックが空っぽだ。どうしたらいいかな。モーフルがロボットダンプカーと一緒に車を探してくればいいんだよ。それはいいアイディアだ。モーフル、モーフルもダンプカーになって。ねえ、競争しよう。車をたくさん見つけられた方の勝ち。よし、モーフル、頑張って探そう。1台目はロボットダンプカーが見つけたね。次は私たちが見つけよう。見て、モーフル、セメントが固まって動けないんだ。モーフル、ジャックハンマーになって。このままじゃ乗らないよ、モーフル。もっと大きなダンプカーになって。見て、モーフル、ロボットダンプカーも車を2台見つけてるよ。次に車を見つけた方の勝ち。鉄球クレーン車。大変
悪者兄弟が乗り込んでる。やめてよ悪者兄弟、トロイの家なのに。俺たちはもう悪者兄弟じゃない、今の俺たちは壊し屋兄弟だ。見てろ、次はこの家を壊してやるぜ。ダメ、私たちの家。モーフル、ねえロボットになって。これで終わりじゃないからな、覚えてろよ。お家を直すの私たちも手伝うよ。競争はおしまいにして力を合わせよう。ありがとうモーフル、完成だ。この発明品を使えば君も変身できるんだ、モーフルみたいにね。すごい、猫になった。よし、追いかけっこしよう。モーフル、捕まえてごらん。ホテルタクティルズ。ああ、うん、それいいね、モーフル。恐竜ごっこしよう。私が一番なりたい恐竜はね、史上最大の恐竜、わアルゼンチノサウルスだよ。ひゅー。見てこの長い尻尾。どうしよう、壊れちゃったかも。元の姿に戻れない。博士のとこ。うん、そうだね、博士のところに戻れば直してくれる。でも大きすぎるよ、これじゃ林を通れない。モーフル、クレーン車になって。ロボットになって。はあ、本当にごめんなさい博士、発明品を壊しちゃって変身できなくなっちゃったの。大丈夫、すぐに直してあげよう。この発明品は返すね、博士。変身するのはモーフルだけで十分だよ。